sesuai dengan permintaan kalian, hari ini saya akan membuat video Naruto Shippuden 5, misi-misi apa aja yang ada di Naruto Shippuden 5. Di dalam game Naruto Shippuden 5 ini terdapat sekitar 28 misi yang harus kita kerjakan. Setelah kita menyelesaikan semua misi ini, otomatis game ini tamat. Tidak ada lagi yang akan kita kerjakan. Khusus di video ini, saya hanya menunjukkan 15 misi yang harus dikerjakan sebelum kita memakai Sasuke di Master Mode untuk melawan Orochimaru. Setelah kita menyelesaikan 15 misi ini, otomatis dia akan lanjut ke misi 16 yang berjudul The Chamber of Darkness. Di situ kita akan memakai Sasuke untuk melawan Orochimaru. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat dari misi yang pertama. Erosenni, konna toko de nani shiten datte ba yo? Naruto, omae wa himitsu o mamoru koto ga dekiru na? Neku, ikinari nan datte ba yo? Himitsu o mamoru koto ga dekiru na? Maa, sore nari ni. Naraba, choito tesudatte hoshii koto ga aru nda ga no? Iya na yokan. まずはこれを受け取れ。 サイン付き イチャパラ? そうだ、わしのサインがついた超レアなものだぞ。いらねえ。それはイチャイチャシリーズグッズの購入者に抽選で当たる代物での。 それを俺が届けるの? その通りだ。練習場にいる当選者のもとに無事に届けてほしい。無事にって大げさだな。何を言う。わしのサインは超レアなのだ。いつどこの不届き者がその本を奪いに来るか分かったもんじゃない。ええ、分かったってばよ。とりあえずこれを届けてきてやるよ。 悪いな。わしはちょいと野暮用があるってな。後のことは頼んだぞ。さっさと終わらせるか。おうおう、魚兄さん。え、俺? 今面白いイベントをやってんだが、兄さんも挑戦してみねえかい？イベントってどういうことやってんの？なに、俺の子分たちを相手に勝つか負けるか、それだけのことよ。ふーん、おーし、そんじゃ挑戦してみよっかな。 おっと、勇気ある忍びの参戦だな。それじゃ早速始めるぜ。とにかく目の前にいるやつらを全て倒せばいい。途中で棄権したり戦いに負けたりしたら、その瞬間にイベントは終了。兄さんの前、俺は絶対負けねってばよ。さあ、その口が本物かどうか見せてもらおうか。 すみません。どうかしたの、おばあちゃん。あの小さい子供、
この辺で見かけませんでしたか？小さい子供？はい、私の孫なんですが、ちょっと目を離した隙にいなくなってしまって迷子になっちまったのか。 ばあちゃんの孫は俺が探してきてやるよ。まあいいんですか。任せとけって。ね、孫ってどんなやつなんだ。私の孫はどういう感じですよ。分かったってばよ。すぐに連れてきてやるからな。 江島寄ってば、そんなにくしゃみして風邪でも引いたのかよ。いや、実はガイ先生に花粉症をうつされたみたいで、くしゃみが止まらないんです。花粉症って人にうつるもんなのか。しょうがねえな。俺がなんか薬でも持ってきてやるよ。 すみません、お願いしてもいいですか。任せとけってばよ。薬に詳しい人に尋ねてみれば。この辺りで紙切れを見つけたら教えてくれないか。 兄さん、久しぶりじゃねえか。おっちゃんも久しぶりだな。前の格闘イベントはなかなか面白かったってばよ。へへ、そう言われると嬉しいね。実はな、前のものよりもっと楽しいイベントを始めたんだが、どうだ。ほう。それじゃ やってみっかな。いいね。さて、今回のルールだが、基本的には前と変わりはねえ。ただし今回は制限時間をつけさせてもらう。制限時間か。時間内に全ての相手を倒せば兄さんの勝ちだ。スピード勝負ってわけだな。そういうことだ。 それじゃ、返していこうか。おや、ナルト君。あれ、こんなとこで姉ちゃんを見かけるなんて珍しいこともあるもんだってばよ。<笑>私だっていつも屋敷にいるわけではないですよ。<笑> そう言われてみればそうだよな。ね、姉ちゃんてば、こんなとこで何やってんの？ちょっと薬草を摘みに来たんです。あ、そうだ、ちょうどいい機会ですね。私と一緒に薬草摘みをやってみませんか。ちょうど暇だったし、やってみようかな。はい。 よろしくお願いしますね。薬草はこの森の至る場所に生えています。この目もに書かれたものを集めてください。よし、すぐに集めてくるってばよ。あ、いたいた。さくらちゃん、どうしたんだってばよ。 師匠があんたを呼んでこいって何か急ぎのようみたい。ばあちゃんが俺に？一体何だろう。さあ、私も詳しい話は聞いてないのよ。とりあえず師匠のところに行きましょう。了解だってばよ。<笑>
あれ、ばあちゃんがいねえ。あら、ナルトくん。ねえ、綱手のばあちゃんってばどこ行ったか知らない？綱手様なら、先ほどジュライア様と屋敷の屋上に向かいましたよ。エロ仙人と？二人して何やってんだろう。まあいいや。ドキラ。あ？なんだ今。ナルトくん。ん？次はヒナタか。あの、その、今さっきここに田里の忍びが来なかった。ああ、なんか門を出てったけど。門の外、まだ間に合う。で、ヒナタ、どうしたんだよ。あの、実は。護送中の罪人を逃がした？うん、だから早く捕まえないといけなくて。よし、俺も手伝うってばよ。ナルト君が？でも急いでんだろ、さっさと先に行くってばよ。ナルトか、ちょうどいいところに。ん？あのな、お前にちょっとお願いがあるのよ。どうしたんだってばよ、改まって。実はな、ジライア様にお前から頼んでほしいことがあってね。カカシ先生がエロ仙人に？これは極めて重要な民だ。失敗は許されない。どうやらイチャイチャタクティクスには初回限定版があるらしいんだ。俺はどうしてもそれを手に入れたい。たとえどんなに金をつぎ込んでも。だがもうどの書店も予約を打ち切っていてな。このそこでジライア様に直々にお願いしようとしたんだが。それでだな、ナルト、お前もジライア様探しを手伝ってもらえないか。もうさ、イチャイチャ趣味ってばやめれば。なんかもう見てらんねってばよ。何を言う、あれは俺の宝だ、魂。頼むよナルト、なんなら新しい術を教えてやってもいいからさ。まあそこまで言うなら協力するけど、なんだかな、情けねってばよ。1、2、3、4。激マヨ先生、そんなに体操してこれからなんかすんの？男が体操をするとき、それは熱き決闘の前だと決まっている。決闘ね。で、俺が決闘する相手はただ一人、畑かかしだけだ。ああ、やっぱりね。ナルト君、君にはこの決闘の見届け人になってもらおう。え？世紀の対決だ。どうだ、見たいだろう。そうだろう、そうだろう。まったく君はなんてラッキーボーイなんだ。そうだな、俺ってばラッキー。はあ、
ネジがテンテンに負けた。どんなナルトか。ちょっと人聞きの悪いこと言わないでよね。ちゃんと回避修行でネジに勝ったんだから。回避修行？敵の攻撃を回避して無駄な戦闘を避けるための修行よ。しかしテンテン、なぜそこまで回避がうまい？要は忍具の使い方次第よ。忍具か。確かにテンテンは使い方が群を抜いてうまいからな。でもさでもさ、それなら俺でも簡単にクリアできそうだってばよ。あら言ってくれるじゃない。なんならあんたも同じ修行をやってみる？いいぜ、やってやろうじゃねえか。面白いわね。それじゃあ早速始めましょう。あんたの。黄色い髪にオレンジ色の服。すみません、あなたが渦巻ナルトさんですか？え、はあ、うん、俺は渦巻ナルトだけど。やっと見つけました。これあなた宛ての手紙です。お、俺に手紙？やってもらいたい任務、それ極めて重要な任務。重要な任務？何？何？オロチマルのアジトをもちろん覚えているわ。あのサスケと対峙した場所だ。え、ああ、うん、もち、それでそのアジトがどうしたんだ？うん、実はな、今回あの場所を再捜査することになってな。そこで一度アジトに侵入したことのあるお前をこの任務に当てようと思っているのだ。分かったってばよ。その任務この俺が引き受けた。では早速草隠れに向かい、オロチマルのアジト内部の調査を行ってくれ。そこでオロチマルとサスケにつながる情報、もしくは道具を入手したら私まで報告するように。いいな。おっす。